岡のごまさばが美味しすぎる話。博多ごまさば屋へ行ってきた。Y氏は暇人でおなじみの Y 氏による福岡九州エリアの漫画散歩と旅〇〇な話。今回は福岡で大人気の博多ごまさば屋の美味しいお話です。この音声の内容は2023年12月3日に公開されたものです。 Y 氏は暇人の Y 氏で、 Y 氏は暇人のアカウントで散歩と旅の漫画を配信中のイラストレーターです。福岡九州のご当地情報や郷土史のようなものを独自の視点で描くストーリーが特徴。現在当メディア福リパにも連載、山田全児童の名前で俳画イラストレーターとしても活躍中です。書籍に福岡路上遺産、福岡穴場観光など多数あります。その Y 氏による連載の第28弾、今回は Y 氏が福岡で大人気の博多ごまさば屋を楽しんできたお話です。一度食べたら忘れられないごまさばの美味しさ、漫画でお楽しみください。福岡のごまさばが美味しすぎる話。博多の人の心をつかむ新鮮な魚介だからできる絶品グルメ、ごまさば。その中でも特に人気を誇るのが中央区舞鶴にある博多ごまさば屋です。新鮮なサバと香ばしいごまのハーモニーが織りなす味わいは一度食べたら忘れられない美味しさ。今回はその魅力を紹介します。今日は魚を食べたい気分。スシローもいいな。いや、せっかくだから鮮魚会館まで行こう。そうだ、博多ごまさば屋ちょうどいい、ここにしよう。博多ごまさば屋はその名の通りごまさばがメインの定食屋。美味しいお店に詳しい人がよくおすすめとしてあげる店舗です。ご存じない方のために一応説明しますと、ごまさばは福岡の郷土料理。サバの刺身にタレとすりごまをかけたものです。やっぱりここに来たらごまさば丼定食だな。このお店がすごいのはアジの南蛮漬けが食べ放題な点。これだけでメインになりそうなのに食べ放題とは大盤振る舞いだな。お待たせしました。美しい、新鮮で美味しい。やっぱりここにしてよかった。半分ぐらい食べたらここからは第二のお楽しみ。ごまさばをご飯にのせ、だしをかけてごまさば茶漬けに。美味しさが体に染み渡る。そして忘れた頃に再び南蛮漬け。うますぎる。ああ、大満足。博多って横浜とか神戸みたいに港町のイメージないけど、こんな新鮮なごまさばを食べるとやっぱり海が近いのだと実感するな。博多ごまさば屋の魅力を少しでも感じていただけたでしょうか。この漫画をきっかけに実際のお店でその絶品のごまさばを堪能してみてはいかがでしょうか。福岡の旅の思い出に絶対に外せないグルメスポットですよ。今回の漫画に登場した博多ごまさば屋、赤坂駅から徒歩5分、天神駅からも徒歩8分ほど、福岡市中央区舞鶴にある博多ごまさば屋。すぐ近くの長浜鮮魚市場から直接仕入れる新鮮な魚を使用した魚の定食がずらり。昼も夜もいただける行列ができる人気店。定食にはごまさばがついていてリーズナブルな嬉しいお店です。ごまさば丼定食には大ぶりのごまさば、ご飯、おかわり自由、味噌汁、サラダ、
小鉢がついています。秘伝アジの南蛮漬けが食べ放題。これだけでもご飯が進む大盤振る舞いです。肉厚で脂の乗りが良いごまさばはキラキラして新鮮で美味しいの一言。ご飯にごまさばを乗せて出汁をかけてお茶漬けに。何度も美味しいごまさば丼定食です。